各 YouTuber のチャンネル。まず作品の舞台なんですけれども、イングランド島の北部にヨーク地方、この西部のウエストヨークシャ、ここにハワースという田舎の村があって、非常に小さな村なんですけれども、この村の周囲はムーアと呼ばれるね、荒野で囲まれてるんですよ。でここね、実際にこの土地に行ったことある友達から聞いたことあるんですけども、もう本当にね、何もないって感じさせるほどめちゃめちゃ広大なんですって。ね、周囲が遠くまで見渡せる荒野の中を常に風が大きな音を出して吹き荒れていて、枯れ草とか緑の花木がこうその風にたなびいていて、荒涼とした丘と一本道がひたすら続いていくと。この広大なハワースの荒野が嵐ヶ丘の舞台。そして何を隠そう、作者エミリー・ブロンテ自身の生まれ育った土地でもあるわけです。エミリーはその生涯のほとんどをこの土地で過ごし、そしてこの土地で息を引き取り、今でもこの土地に眠っています。内気な性格で周りと打ち解けることはなく、異常なまでに頑固、自分の信念に反することに対しては絶対に屈しない。そして家族以外の人間を苦手としていた彼女は、友人を一切持たなかったこともあり、誰よりもこの自然を愛し、多くの時間をこの荒野で過ごしたと言われています。で、嵐ヶ丘という作品はこのハワースの荒野をモデルにした、荒野、ここにある2つの屋敷、スラッシュクロスっていう屋敷と嵐ヶ丘っていう屋敷、この荒野にある2つの屋敷を通して展開していく作品です。作品の舞台はこういった感じで、物語の始まりは1801年、ロックウッドという人間嫌いな男が都会の生活に疲れて田舎に家を借りることにします。荒野の中にあるスラッシュクロスという広大な敷地を持つ館を契約して、で早速少し離れたところにあるオーナーの家に挨拶に向かいます。その契約したスラッシュクロスという屋敷と同じ荒野の中にある少し離れたところ、4マイルって書いてましたね、約 6.4 キロメートル離れたところにある嵐ヶ丘っていう屋敷、ここに向かうわけです。